作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは1999年にバンダイがワンダースワン向けに発売したカオスギア導かれし者です。はい、でこんな感じかな。でまあ側面見ていくと、まあロゴがあるだけなんですけども、あとはまあここの絵柄がこうつながってるって感じかな。で裏面がこういう感じになっています。でまあ表面見ると、まあ、ワンダースワンの初期のフォーマットですよね、ここの表記は。でカオスギアってロゴがあって、バンダイのロゴで、あとはキャラクターがどういう体勢だこれ。一応この青い服で金髪の人の剣がこう出てますね、剣が。でこの後ろにいるのは何だろう、ライバルかな、敵かな、なんか半分仮面のような人がいてね。であと後ろの方になんか鳥人間みたいなのがいます。大雑把だな。あと何だろうな、これ敵の戦艦かなんかなのかな、上にあって。でまあ、上に空が見えるんで、なんか飛んでる飛行物が後ろにあるような感じなんですかね。ちょっとファンタジー系の衣装ですよね。で、裏面でキャッチがあって、説明文があって、画面写真3つで、ステレオ対応と通信対応の絵がアイコンが入っています。大人気カードゲームの世界を舞台にした本格派シミュレーションゲーム登場ってことで、まあ本格派シミュレーションゲーム、あ、ここ説明忘れてた。シールがここにあってね、初回特典カオスギアオリジナルカード5枚入りってあります。だから初回限定、初回特典だったらカードが入ってちょうどですね。で裏面で説明を読んでいくと、施設の建設で本拠地を強化、編成した戦力で戦闘を仕掛け、各ステージの敵本拠地を陥落させます。配下登場や英雄来場などイベントも盛りだくさん。ゲーム中に獲得した戦力を通信交換することもできますってことで、なんかシミュレーションゲームと歌うところまでは良かったんだけど、なんかここら辺のゲーム説明がなんかいまいちこう伝わりにくいというか、まあそうだよなぐらいな感じになりますかね。で画面写真の説明が、ムービーも流れる戦闘画面、さまざまなコマンドで敵を攻略、時にはこんなイベントもってことで、自称天才建築家って写真が出てるのは、多分ここはパッケージ作った人がしめしめと思って入れた画面だと思うんですけども、そこが伝わるかどうかは謎です。以上作家でした。